日程第25、議案第81号、平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回から日程第30、議案第86号、平成29年度伊豆市温泉事業特別会計補正予算第1回の6議案を一括して議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。秘書。はい、秘書。はい、お願いします。議案第81号から86号まで一括して提案理由を申し上げます。議案第81号一般会計補正予算第4回は、歳入において決定に伴う地方交付税の増額、旧湯ヶ島幼稚園改修工事に地方創生拠点整備交付金が事業採択されたことに伴う国庫交付金の増額などを見込む一方、歳出においては市内公的病院等補助金2億1388万円、オリンピック・パラリンピック会場へのアクセス道路沿線の景観眺望を改善するための集計罰事業1253万円、福祉事業に関わる可燃土国県負担金の精算のほか、前年度繰越金の2分の1に相当する額を財政調整基金に積み立てるための基金積み立て金2億余りなど、総額4億9000万円を増額し、歳入歳出予算額を171億1503万1000円とするものです。合わせて臨時財政対策債発行可能額の決定などにより、地方債の補正をお願いするものでございます。議案第82号および83号は、それぞれ平成28年度給付費の確定に伴う精算により、超過額を国や県などに転換するため、国民健康保険特別会計は1576万円を増額し、歳入歳出予算額を51億1337万8000円に、介護保険特別会計は8182万円を増額し、歳入歳出予算額を32億182万9000円とするものです。議案第84号下水道事業特別会計補正予算第1回は、農業集落排水区域の流域下水道区域への編入計画の見直しに伴い、615万6000円を減額し、歳入歳出予算額を16億884万4000円とするものです。議案第85号農業集落排水事業特別会計補正予算第2回は、処理場の修繕工事のために、1159万円を増額する一方、下水道事業特別会計と同様、農業集落排水区域の流域下水道区域への編入計画の見直しに伴い、1758万円を減額するなど、総額598万円を減額し、歳入歳出予算額を1億4115万1000円とするものです。議案第86号温泉事業特別会計補正予算第1回は、源泉水中ポンプ入れ替えに伴う資産の一括償却、老朽化した配当管の計画的な敷設替えの実施など、総額1232万円を増額するものです。詳細についてそれぞれ担当する部長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。これをもって提案理由の説明を終わります。ここで補足説明の申し出がありますので、これを許します。はじめに議案第81号について、総務部長。はい、部長。はい、お願いします。それでは私から議案第81号一般会計補正予算の補足説明をさせていただきます。議案書45ページをお願いいたします。合わせてですね、9月補正予算資料という伊豆市の支障が入っている資料もお分けしておりますので、一緒にご覧になっていただきたいと思います。今回の補正予算、市長の提案理由で申した通り、歳入歳出を4億9030万6000円を追加し、総額171億1503万1000円とするものでございます。46、47ページの第1票でございますが、
こちらにそれぞれ歳入歳出の間後の補正額を記載してございます。また48ページの第2表の地方債補正でございます。こちらは臨時財政対策債借り入れ限度額の決定に伴う補正ということで、こちらは3266万8000円の減額し、補正後5億6733万2000円とするものです。また公有財産管理事業におきましては、先ほど旧湯ヶ島幼稚園改修工事に伴う合併特例債の借り入れにつきまして、地方創生交付金の事業採択がございました。これに伴う借り入れ予定の合併特例債を減額するものでございます。こちらの減額が2980万円、補正後の金額としまして1億7780万円となるものでございます。それでは歳入歳出のそれぞれ詳細について説明いたします。まず歳出から説明させていただきます。まず58、59ページをお願いいたします。2巻2項2目の付加徴収事務事業の臨時職員の賃金等の補正でございますが、こちらは病気休暇職員の代替としての臨時職員の賃金となります。3巻の1項1目から1目3目8目のそれぞれの事業につきましては、可燃度分の事業費等の確定に伴う国や県への返還金、こちらを補正させていただくものでございます。また9目の福祉施設管理費の老人憩いの家管理事業でございますが、こちら次の66、61ページで修繕料64万7千円をお願いするものでございます。これは自動火災通知機の取り替え等の修繕となります。続きまして3巻2項1目の児童福祉総務費でございますが、まず児童福祉事業の新規事業としまして、事業の4、富士の国地域少子化突破戦略応援事業でございます。これは県費補助によります29年度から31年までの3カ年の新規事業となります。伊豆市におきましては、まず公私謝礼として10万円、こちらは夫婦共同工場のための父親料理教室のための謝礼となっております。13節の子育て情報発信委託料、これは子育てに関する情報発信強化のためにキャッチフレーズや PR 方法などの検討していただく予算108万円、14節と18節の店舗借り上げと備品購入につきましては、駅周辺の空き店舗活用による子育て支援施設を開設するための借り上げや備品の購入となります。最後の19節の子育て支援業務補助金、こちらは子育てイベント等の開催に伴う助成金を30万円お願いするものでございます。この富士の国地域少子化突破戦略応援事業としまして373万9千円を新規にお願いするものでございます。続きまして3目の保育所費の保育園一般事業でございますが、こちら特別保育事業費の補助金、民営こども園への補助単価の見直し改定によります増額252万1000円。こども園費のこども園一般事務事業でございますが、こちら民間保育施設等の補助金ですが、障害児保育のための加配職員の増加に伴う増額と、保育士の処遇改善による増額、合わせて453万6千円。次の4巻1項1目の負担金補助及び交付金のその他事務事業でございますが、これは市内公的病院等への補助金、
市内公的病院の医療体制整備のための補助となります。非常勤医師の確保や夜間休日の救急対応などの医療体制整備のためでございます。内訳ですが、伊豆赤十字病院、こちら西山地区病院、救急告知病院として1億1488万3000円、また中伊豆温泉病院、こちらリハビリの専門病院としまして9900万円、合わせて2億1388万3000円でございます。続きまして62-63ページの4巻2項1目の広域処理施設整備事業でございます。こちら伊豆市伊豆の国市の廃棄物処理施設組合への負担金でございますが、現在県道の歩道工事の予定がございます。その歩道工事に合わせて先行して経費削減のために配管工事を行いたいということで、新たに302万5000円を追加するものでございます。6巻1項6目の繰出金の農業集落排水事業につきましては、特別会計の事業予算の減額に伴う繰出金の減額でございます。6巻2項2目の、まず委託料と負担金補助でございますが、まず森林整備事業、こちら美しい森づくり基盤整備事業として全額国補助の事業でございます。これも民間事業者への補助金として84万7000円、全額国庫でございます。次の林業再生プロジェクト推進事業費補助金、こちら先ほど市長申しましたベロドロームへのアクセス道路周辺の周景伐の事業の補助金でございます。こちらも県の補助と市の補助で合わせて1253万9000円、県費につきましては事業費の 68%、 市の補助につきましては 30%、 残り 2% が森林所有者の負担となるものでございます。次の食肉加工センター管理運営事業の委託料、廃棄物処理委託料、239万8000円、こちらにつきましては今年度を計画しております食肉加工センターで処理しきれない個体、これを処理するための原用化施設の建設計画、建設を予定しております。当初この原用化施設においてセンターでの残渣の処理を見込んでおりましたが、国等の補助金の関係で県との協議の結果センターで発生する残渣の処理はできないということになりました。このため残渣処理の委託料を新たに追加するものでございますが、ただ食肉加工センターで出た残渣のうち内臓等につきましてはペットフードの材料として新たに販売できる見通しとなりました。また今回後に歳入の方の補正でも説明させていただきます内臓等につきましては新たにペットの材料としてペットフードの材料として販売するものでございます。次に64-65ページでございます。7巻1項2目の企業誘致推進事業の補助金でございます。こちらは創業者支援事業の補助金としまして、家賃補助や、室内の、備品設備等の設置工事に対する補助金でございます。今回当初330万円の予算でしたが、こちらすでに国交付決定しております。で、新たに家賃補助として2件、また設置工事として2件を見込んでございます。新たに160万円をお願いするものでございます。8巻2項2目の工事請負費の市道整備事業、市道横瀬大平線改良工事でございます。こちらは昨年度末に遠戸橋付近の空き家が解体され、歩道設置のために用地の方を買収してございます。
この度設計が終わり、事業費が出ましたので、そちらの歩道設置の工事として1200万円。また、同じ湯川橋周辺整備工事でございますが、今年度を最終的に完了させるために300万円を追加させていただきたいもの、合わせて1500万円をお願いするものです。8巻6項4目の繰り出し金、下水道特別会計繰り出し金につきましては、農業集落と同じように下水道特会の事業費予算が減額になりますので、その減額による繰り出しの減額875万6千円。次に66、67ページの11巻1項1目の、農地災害復旧費の工事受給費でございますが、冒頭追加の資料として、一図を配布させていただいております。そちら4月の豪雨によりまして本夏期の田んぼの京阪、こちらの復旧工事になります。80万円。これにつきましては2分の1の40万円が国の補助、10分の1の8万円が地権者の分担金となります。13巻1項1目の積立金、基金積立金、財政調整基金の積立、2億1564万1000円。こちらは28年度の実質収支額の2分の1の積み立て、地方財政法の規定によります2分の1積み立てということで、4億6564万円を積み立てるものでございます。当初予算に2億5000万円計上してございましたので、そちらとの差額2億1564万1000円をお願いするものでございます。続きまして、これら歳出の財源としまして、新たに歳入の補正もお願いするものでございます。戻りまして、52、53ページをお願いいたします。歳入、9巻1項1目の地方特例交付金、こちらも交付決定によります補正となります。51万5千円を増額するものでございます。10巻1項1目地方交付税でございます。こちら普通交付税と特別交付税、右の説明欄に書いてございますが、まず普通交付税につきましては交付決定によります1億1273万3千円の増額、これによりまして普通交付税の総額が44億1273万3千円となります。また特別交付税でございますが、先ほど歳出で申しました市内公的病院等への補助金、このうち1億6400万円を特別交付税で見込んでございます。市内公的病院の補助金のうちの約 77% を特別交付税として見込んでございます。次に12巻2項1目農林水産業費の分担金でございますが、こちらは先ほどの災害復旧工事の地権者からの 10% の分担金となります。14巻1項1目民生費の国庫負担金でございますが、こちらは低所得者保険料軽減の国庫負担の昨年度分の事業費決定によります増額になります。14巻2項のまず1目の総務費国庫補助金でございますが、こちら旧湯ヶ島幼稚園改修工事の地方創生拠点整備交付金事業に採択されましたので3125万円を見込むものでございます。2目の民生費の国庫補助金でございますが、こちら子ども子育て支援交付金としまして民間子ども園に対する補助単価改定による増額を補助金で見込んでございました。その分の国庫分になります。4目の農林水産業費国庫補助金でございますが、美しい森林づくり基盤整備交付金、先ほど 100% 国庫補助による干ばつと申しました84万7千円が全額でございます。54、55ページ14巻2項7目の災害復旧費の補助金、こちら災害復旧工事の国の 50% 分の補助金、
15巻1項1目の低所得者保険料軽減の県の負担金でございます。先ほど国庫分がございました。その県費分になります。15巻2項2目の社会福祉費の子ども子育て支援金は先ほどの国庫と同様補助単価の改定によります県費分の増額。7事業の富士の国地域少子化突破戦略応援事業の補助金でございますが、先ほど申しました新規事業としての3年間の1年目、県費補助が174万5000円、4目の林業再生プロジェクト推進事業費の補助金、ベロドロームのアクセス道路への集計罰に対する県費補助870万円、16巻2項1目不動産売払収入、こちらにつきましては、横瀬大平線改良工事に代替地として出した土地がございます。そちらが最終的に残地がございます。そちらの残地について入札を行った結果、売り払いが決定したものでございます。面積につきましては231.98平方メートル、金額につきまして1001万円、こちらが1件と、あと1件、中伊豆の姫野湯地区に法定外道路等の用途廃止をした土地の払い下げがございます。こちらの売り払いが427平方メートルで115万8000円、この2件を合わせまして1116万8000円でございます。18巻1項1目の介護保険特別会計繰出金につきましては、前年度事業確定に伴う精算金でございます。続きまして56、57ページでございますが、こちら財源調整のための繰越金1億7277万9000円、20巻の諸収入の5目の施設運営収入、こちらは先ほど食品加工センターの残差で申しました内臓等のペットフードの材料としての販売収入、こちらは108万円見込んでございます。雑収入の71、廃棄物処理施設組合厚生市負担金可燃土生産、伊豆市伊豆の国市の廃棄物処理施設組合の28年度分の生産金の戻りとなります。86につきましては砂防工事の用地取得の保証金が36万3000円、21巻司祭につきましては2票か、第2票の補正で申しました通り、地方創生交付金の、事業採択によります合併特例債の減額と、臨時財政対策債の限度額、借り入れ限度額の決定に伴う、減額でございます。一般会計につきましては以上です。次に議案第82号および議案第83号の2議案について健康福祉部長お願いします。私の方からは健康福祉部所管の議案第82号83号について補足説明をさせていただきます。議案書の69ページからになりますが、平成29年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算第2回の補足説明をさせていただきます。まず最初に歳出の方から説明させていただきますので、議案書の78、79ページをご覧ください。11巻所支出金ですが、平成28年度国民健康保険療養給付費等負担金等の精算に伴い1576万7000円増額するものです。内訳は国庫支出金返還金が
674万2000円の増額、支払い基金交付金返還金が902万5000円の増額となっています。また支払い基金交付金の返還金につきましては6月に確定をしまして、納期限の方が9月末になっておりますので、納期が遅れた場合の延滞金が課せられるため、早期の審議をお願いするものでございます。債任について戻りまして説明させていただきます。76、77ページをご覧ください。10巻繰越金ですが、平成28年度国民健康保険療養給付費等負担金等の清算に伴う返還金の財源として1576万7000円を増額するものです。続きまして議案83号、平成29年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第1回の補足説明をさせていただきます。議案書の方は81ページからになります。歳入から説明させていただきます。88、89ページをご覧ください。3巻国庫支出金、2項国庫補助金ですが、平成28年度地域支援事業交付金の清算に伴い追加交付として114万3000円増額するものです。4巻1項支払い基金交付金ですが、平成28年度介護給付費負担金等と平成28年度地域支援事業交付金の清算に伴い追加交付分として831万円増額するものです。5巻県支出金、2項県補助金ですが、こちらも3巻と同じように平成28年度地域支援事業交付金の清算に伴い追加交付分として60万9000円増額するものです。8巻繰越金ですが、平成28年度介護給付費負担金等の清算に伴う返還金の財源として7176万7000円増額するものです。続きまして歳出について説明させていただきます。議案書の方は90、91ページをご覧ください。6巻諸支出金、1項償還金及び還付加算金ですが、平成28年度介護給付費負担金の清算に伴い2目償還金を3893万6000円増額するものです。内訳は国庫支出金返還金が3744万9000円の増額、県支出金返還金が148万7000円の増額となっています。2項繰出金ですが、平成28年度介護給付費等の清算に伴い1目一般会計繰出金を4289万3000円増額するものです。補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。次に議案第84号から議案第86号までの3議案について、建設部長。はい、それでは私の方から、議案第84号から議案86号までの補足説明をさせていただきます。93ページをお願いします。
平成29年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算第1回について、説明いたします。歳入歳出のそれぞれ615万6千円を減額補正するものでございます。103ページをお願いします。まず歳出に関しまして、下水道の建設費、公共下水道事業費の、今年の中継ポンプ上の増設の実設計業務委託を平成32年度開校を目指した新中学校の建設計画が中止になったことにより615万6千の減額をするものでございます。なお本件は下水道として農業集落排水の稼働処理区を公共下水道に接続する計画がありますので、平成30年度以降改めて予算計上させていただきたいと考えております。議案書101ページをお願いします。歳入に関しましては、繰り入れ検討、資材の補正をお願いするものでございます。まず資材ですけど、下の段になります。資材につきましては流域下水道事業債、特定環境保全公共下水道事業債、公共下水道事業債の3項目がございます。流域下水道債は、県による流域下水道処理場の建設負担金の見直しにより、110万円を増額お願いするものでございます。特定環境保全公共下水道事業債は、湯ヶ島クリーンセンター改築工事に伴う、詳細設計委託及び、大平地区上地区の環境敷設工事について、県との、記載の協議で記載対象となったことにより760万円を増額をお願いするものでございます。公共下水道事業債は、歳出項目に計上しましたが、今年の中継ポンプ、増設の実設計業務委託料の減額により610万円の減額をするものでございます。資材の合計としまして、増額が870万円、減額が610万円となりますので、差し引き260万円の増額となります。次に繰り入れ金についてご説明いたします。同じく101ページの上の段になりますけど、歳出項目に計上しましたけど、委託料の615万6千円の減額と資材の260万円の増額により875万6千円の減額をするものでございます。先ほどの総務部長の説明ありました65ページの方に、にも875万6千円の減額という数字が載っております。以上のとおりですね、資材の増額260万円、繰入金の減額875万6千円で615万6千円の減額をお願いするものでございます。続きまして105ページをお願いします。平成29年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算第2回について補足説明をさせていただきます。歳入歳出のそれぞれ598万5千円減額補正するものでございます。115ページをお願いします。歳出に関しまして、まず、施設費の門野地区環境実施設計業務委託料を、平成32年度開校を目指した新中学校建設計画が中止になったことにより1758万3千円を減額するのでございます。なお本件は下水事業として農業資材排水稼働処理区を公共下水道に接続する計画がありますので、平成30年度以降改めて下水道事業特別会計に予算計上させていただきたいと考えております。下水道、集落排水事業で、予算計上させていただきたいと思います。次に、業務費、処理場の管理費の、工事請負費についてご説明いたします。115ページの上段の工事請負費になります。佐野熊根処理施設の脱水機が故障により停止し、施設の運転に影響があるため緊急にて修繕工事を実施、400万円を支出いたしました。
この対応に伴い、今年度施設の維持・補修工事費が、費用が不足するため、今回その緊急工事で行った分として400万円を、補正するをお願いするものでございます。また現在、加納の原処理施設の水処理施設の、制御盤および、佐野熊金処理施設の流入室の吸気排気ファンにそれぞれ不具合が発生しておりますので、緊急修繕工事の必要があり、これらの修繕費用として759万8000円を、補正して、いただきたいと思います。そのため今後の維持補修工事費400万円と合わせて合計1159万8000円の増額をお願いするものでございます。113ページをお願いします。歳入に関しましては、繰り入れ金の補正をお願いするものでございます。先ほど説明しましたけど、委託料1758万3000円の減額と工事費の1159万8000円の増額により、差し引き598万5000円の減額をするものでございます。よろしくお願いします。続きまして、117ページをお願いします。平成29年度伊豆市温泉事業特別会計補正予算第1回について補足説明を申し上げます。118ページをお願いします。まずこの下段のですね、基本的支出の建設改良費の改良費972万円の増額をお願いするものでございますけど、これは土井地区の山脈源泉のポンプの溶湯管の異常が発見されました。この源泉は土井温泉集中管理6源泉の一つでもあり、排湯能力も6源泉の中でも 1,2 の排湯力を持っております。6源泉のバランスを調整しながら排湯をしておりましたが、今回の山脈源泉の排湯能力の低下により温泉量が減少し、集中管理を行っている中村貯湯槽水低下が確認されました。温泉量の減少が続くと市民及び観光業に影響を及ぼす可能性が高いことから、緊急工事を実施いたしましたことにより、当初予定していました大藪及び中浜地区の石面管の敷設外工事の予算が不足するため増額をお願いするものでございます。また季節ポンプの廃棄に伴いまして、上段の収益的支出の資産減毛費260万円の増額をお願いするものでございます。以上、私からは補足説明を終わります。よろしくお願いします。以上で補足説明を終わります。ただいま議題となっております議案第81号から議案第86号までの6議案に対する質疑は9月12日開催予定の本会議にて行います。